インスタグラムをはじめとする各種 SNS は、日本のトイレがよく登場するステージとなっています。特に、トイレ自撮りのハッシュタグは、インスタグラムで150万回以上シェアされるほどで、その人気は非常に高いです。実際、トイレに関するレビューやインスタグラムのハッシュタグブームを通じて、日本のトイレに対する外国人の関心が高まっています。特に、外国人観光客は日本に旅行に来ると、必ずと言っていいほどトイレ自撮りを撮るほど人気があります。初めて日本のトイレで自撮りを撮る文化に出会った外国人たちは、理解できなかったが、今では日本人の写真を見ると理解できるようになったとの反応があります。これは、日本で留学している多くの外国人も認めている点です。今日お伝えする話も、日本の最先端のトイレを使った後で驚愕したアメリカ人女子大学生の話です。東京から大阪に行くために高速バスに乗った彼女が、日本のトイレに驚きを隠せなかったエピソードをこれから詳しく共有いたします。こんにちは、私は東京で大学に通っているヘレンです。日本に留学する前は、アメリカのデラウェア州ウィルミントンで暮らしていました。私が住んでいる都市も美しいですが、東京も非常に素晴らしく、幻想的な場所でした。東京の夜景と夜の街は毎日見ても飽きないほど美しいので、ウィルミントンにいる両親に写真を送っては常に自慢しています。最初は言語の壁があって困ることもありましたが、積極的に助けてくれる親切な日本人のおかげで、早く適応することができました。特に日本人の友達は、外国人留学生を親切に世話してくれます。若者が使う省略語を教えてくれたり、学校の近くのレストランや面白い場所に連れて行ってくれるといったことが多かったです。個人主義が盛んなアメリカではなかなか見られない光景でした。だから私も、日本での親切という概念について学んでいます。大学で友達になった中で性格が合う友達がいて、彼女の名前は優夏で、出身地は大阪です。方言を使う優夏の姿を見ていると、とても可愛らしくてから買いたくなります。彼女のおかげで、私も少しずつ大阪の方言を使うようになったんですが、外国人の私が方言を使うと皆面白がっています。私が優夏に、大阪ってどんなところ?と聞いたら、彼女は日本で大阪は第二の都市であり、遊びも食べ物も豊富な魅力的な都市だと言っていました。だから一度くらいは絶対に行ってみたいと思っていたんですが、ちょうど大阪に行く機会ができました。長期休暇を迎えて、彼女が私を大阪に招待してくれたんです。高速バスで行くと8時間ほどかかると彼女が言っていたので、私はターミナルでプレミアム高速バスに乗りました。事前に予約した乗車券の QR コードをバスの前にあるスキャナーにかざすと、案内メッセージが流れて乗車が完了しました。こんな革新的なシステムは日本が優れていると思います。さらに、座席のシートは一見してとても快適そうで、長時間の旅がむしろ楽しみになりました。座席の間にはカーテンもあって、隣の人の視線を気にせずにゆっくり眠れたので快適でした。本当に最高だったのは、自分の体に合わせて座席のシートを傾けられる点でした。普段からバス内でこんな新世界を楽しんでいる日本人が羨ましい、と感じるのは私だけではないと思います。まるで飛行機のビジネスクラスに乗っている気分にさえなり、機内食まで探しそうでした。そうしてしばらくプレミアムバスに感嘆しながら見ていると、時計を見たらもう1時間も経過していました。しばらく高速道路を走っていたら、朝に食べ過ぎたせいか、少しずつお腹が痛くなってきました。汗をかきながらお腹を押さえている私の姿を見て、隣の人が、大丈夫ですか?もうすぐサービスエリアに到着するので、もう少し我慢してください、と言ってくれました。私は、サービスエリアって何だろう、と思いながら、少し気まずい笑顔を浮かべました。そして少し経って、まるで商業施設を連想させる場所で降りることができました。私は、これがサービスエリアという場所だったんだ。休憩所のようなところかな、と思いながら、トイレに行くために内部に入りました。そうして建物の内部を見て回っていたら、その場で私は大きな衝撃を受けました。サービスエリアという場所がアメリカの休憩所に似ていると思っていたけれど、設備があまりにも整っていて驚きました。まるで巨大なショッピングモールに入ったような感覚でした。日本のサービスエリアは進化に進化を重ねて、ドライバーの休息やトイレの問題を解決する次元を超えていました。デートスポットや家族旅行の目的地としても全く問題ないレベルでした。後で知った事実ですが、日本の高速道路のサービスエリアはすでに世界最高という賛辞を受けているそうです。自分の目で直接見て、その理由がよくわかりました。
このように広い駐車場と多種多様な食べ物で私のような旅行者を迎えてくれるなら、私はおそらく毎日旅行に出かけるでしょう。私のような外国人が日本旅行で驚くポイントは、まさに日本の高速道路のサービスエリアが理由なのではないかと思います。アメリカの場合、休憩所は通常、トイレしかない建物が多く、数台の自動販売機や ATM があるだけです。人々が軽食をとるか、休憩をとるスペースはそれほど多くないです。しかも、トイレの使用には料金がかかる場合もあります。さらに、適切な管理さえされていないため、非常に汚れています。しかし、日本のサービスエリアは、清潔なトイレを無料で使用できました。本当に切に願いますが、アメリカにも日本のようなサービスエリアができればいいなと思います。特に、日本はユニークなサービスエリアが非常に多いようです。優香から聞いたところによると、休憩所全体が江戸時代の雰囲気が漂うインテリアで装飾されたところや、遊園地のように楽しいアトラクションが楽しめる休憩所、湖を眺めることができる素晴らしい景色を持つ休憩所もあるそうです。本当に驚いたのは、ペット公園がある休憩所もあるという事実でした。しかし、まだ驚くのは早いです。なんと、博物館さえ設置された高速道路の休憩所もあると言っていました。日本のサービスエリアは、アメリカが追いつけないほど目覚ましい進化を遂げていました。何より、私が最も衝撃を受けたのはサービスエリアの高級なトイレでした。どうしてトイレがこんなに綺麗で清潔なのでしょうか。多くの人々が出入りする休憩所なのにもかかわらず、洗面台やハンドドライヤー、清潔な掃除状態を一目見て、簡単が自然と出てきました。こんなに広い場所を隅々までピカピカに持っているという事実が信じられませんでした。日本の休憩所に訪れた外国人の友達は口を揃えて称賛していましたが、私は遅くになってようやくこの驚くべき場所を知りました。私はこのトイレでさえすぐに数時間の休憩を楽しんでもいいと感じました。一番驚いたのはウォシュレットでした。公共のトイレにウォシュレットが設置されているなんて、日本人の生活の質がどこまで高まっているのか気になりました。アメリカではウォシュレットはほとんど見かけません。公共のトイレはもちろん、高級ホテルでも同様です。でも、今のアメリカは日本のおかげで少しずつ変わっています。これまでのアメリカではウォシュレットをあまり使用していませんでしたが、コロナの際にトイレットペーパーの代わりとしてウォシュレットに対する関心が急上昇し、日本製のウォシュレットが大ブームになっています。もしかしたら、日本の影響でアメリカのトイレ文化も大きく変わるかもしれません。夕夏に聞いたところによれば、トイレで自撮りを撮るのは日本人にとっては自然なことだそうです。その話を聞いて、私は本当に驚きました。そんな汚い場所で、なぜか綺麗に撮らなければならない自撮りを撮るなんて。しかし、私が直接日本のサービスエリアのトイレを見たら、ここほど自撮りがうまく撮れる場所はないでしょう。それほど綺麗で快適な空間で、しかも照明も綺麗ですから。もしもその場所がアメリカのトイレだったら、匂いがして1秒もいられない場所だっただろうに、日本のサービスエリアのトイレは香りがして、長くいたくなるような空間でした。さらに、全身を映すことができる大きな鏡もあり、トイレから出る前に一度全身を確認できるのもとても良かったです。パウダールームはもちろん、内部の空き状況を確認できるディスプレイ、エチケットベルなどもすべて揃っていました。日本のサービスエリアのトイレがこれほどロマンチックだとは想像もしていませんでした。日本人が本当に羨ましいです。ヘレンは、サービスエリアのトイレをたった15分しか楽しめなかったのが残念だった、と感嘆しつつ、いつの間にか大阪に到着していた、と付け加えました。続いて、ヘレンは、サービスエリアは日本が生み出したもう一つの魅力的な文化です、と締めくくりました。この投稿が話題になると、多くの海外のネチズンが自国のトイレで経験したことを非難し、日本のサービスエリアトイレを称賛する声が相次ぎました。多様で便利な施設を備えたサービスエリア、清潔で豪華なトイレ、どれ一つ欠けているものがない日本旅行で、外国人が一味違った思い出を作ることを願っています。今日の動画はここで終わります。ご覧いただきありがとうございました。